フェリックス5世は、歴史上最後の対立教皇。フェリーチェ5世とも、サボイア家当主アメデイオ8世ディサボイアでもあり、第19代サボイア博、後に、サボイア公に昇釈した。フランス語名アメデ八世ドサボは、1383年に、サボイア博アメデイオ7世が設けた3人兄弟の、長男として生まれた。母は、フランス王ジベリー公。 ジャン一世の娘ボンヌ・ド・ベリーである。アメデオ・八世が幼い時に父が死没したため、1391年に8歳で母を摂政に立てて、爵位を継承した。彼の青春は母の失勢と相次ぐ親類の死去で彩られた。二人の弟たちをはじめとして、サボヤケ家の男子演者の多くが倒れ、青年期の時点でアメデオ・八世はサボヤケ家唯一の男子となった。 このような状況下で申請を開始したアメデーオ8世は、一族内で分割されていたサボヤ博国内の領土を次々と当主の直轄領に戻し、サボヤを協力で集権的な国家に育て上げた。外交にも長けており、折しも西王で100年戦争の真っただ中でもあった、知性の中、フランス王とイングランド王。 神聖ローマ皇帝などの王公間で巧みに立ち回り、最終的に皇帝ジギスムントから帝国皇爵の地位を授けられた。これによってサボヤハクは皇爵に昇爵したとみなされた。アメデオ八世はオンカズヒロのあだ名で呼ばれた。1431年にスイスでバーゼル公会議が開催されると、 教皇をエウにニュース4世に批判的な公会議主義者が、教皇支持派と対立して、論争を引き起こした。1437年、教皇側が公会議を正教会と、行動開催するため、イタリアへの公会議の移転を発表するに至って、ついに公会議は分裂し、教皇に従って、フィレンツェ・フェラーラ公会議に移動するものと、バーゼル公会議に残留するものとに分かれた。 バーゼルに残った急進的な公会議主義者たちは、教皇権を超える公会議の権威を主張して、教皇を公会議によって選出する制度を提唱した。これに基づいて、公会議に対抗した教皇へウゲニュース4世の大位を一方的に宣言、バーゼル公会議の後ろ盾を務めていたアメデオ8世を新たな教皇に推挙した。百三十九年、アメデオ8世は、 公会議主義者の諸公の要請に応じて、教皇フェリックス五世として退官した。公爵にして、教皇となったアメデオ八世は、サボイア公爵の紋章とともに、教皇官をあしらった紋章を制定、教皇の衣服と杖を身にまとって行動した。翌1440年、サボイア公位を、このルドビーっ子に譲る。その後、長らく両教皇と両公会議は、 対立を続けていくが、エウゲニウス4世のもと、フィレンツェフェラーラ公会議は、諸々の改革を実施し、実現はしなかったもののカトリックと、正教会の合同を決議するなどの成果を挙げた。一方、バーゼル公会議は、思想の過激さのために信用を失墜させてしまい、加えて1443年に、財政難のために、サボイア公国領のローザンヌへ移動した。 不利になるにつれて、バーゼル公会議派の諸公が見切りをつけ始め、次第にフィレンツェフェラーラ公会議を支持するようになった。1449年、後を継いだ教皇ニコラウス五世によって、バーゼル公会議の閉会が宣言されると、フェリックス五世もこれに従って1449年4月7日に、教皇位請求権を放棄、世俗君主に戻った。 教会に対立したという事実から、しばしば後の教皇は、アメデオ8世を他の対立教皇たちと同じく教会に背いた不信人者として批判する言説を残した。とはいえ、サボイア家にとってはその後のイタリア統一の大きな足掛かりを作った中高の祖であった。その子孫である初代イタリアをビットリオエマヌエーレ2世によって教皇領は廃止の道をたどり、 最後の世俗権力を失うことになる。フェリックス5世の紋章1401年に、ブルゴーニュ公国を築いた、バロア・ブルゴーニュ家のソフィリップ2世の娘で、母の10枚でもあるマリード・ブルゴーニュと、結婚、9人の子供を設け、5人が成人した。ありがとうございます。